モニュメント、群馬八幡駅は、群馬県高崎市八幡町にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。高崎市西部の八幡地区、薄井川北岸に位置する。薄井川南岸の花高町にある松林山ダルマ寺の最寄り駅である。高崎市内の駅としては最西端に位置している。松林山ダルマ寺は、毎年1月に開催されるダルマ市で知られ、松林山周辺には、 高崎だるまの製造、販売業者が多い。1970年頃までは、だるま市を訪れるため観光客の利用が多かったが、現在では当駅を利用する観光客は少ない。利用客は、付近の住宅地に住む住民か、駅周辺に広がる八幡工業団地の従業員が中心である。駅の入り口には、行ってらっしゃい、お帰りなさいと書かれただるまのモニュメントが飾られている。 高崎駅横川駅間の間接鉄道が開通した当時、この地には駅が設置されていなかった。地元住民が約20年にわたり熱心に駅設置運動を行い、さらに地元八幡村の当時の村長が土地を無償提供したことにより、1924年10月に群馬八幡駅が開業した。当初は旅客輸送が少なく、地元住民が 貨物輸送の利用を促進するために運送店を開いたりしたという、単式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。1番線と3番線があるが、かつては2番線があり単式、島式ホーム2面3線となっていた。駅舎は2004年に建て直された2台目のものであり、1番線側に設置されている。やや広めの駅前広場があり、 広場の西半分は駐輪場となっている。あんな管理の JR 東日本ステーションサービスによる業務委託駅、簡易水下改札機が設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は838人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅は薄い川沿いの平野部に位置している。 駅舎がある北側は、東方には工業団地が、西方には高崎市郊外の住宅地が広がっている。南側は、新越本線から宇水川に並行して走る、国道18号にかけての地域に、工場や住宅、水田などが混在している。西に約500メートルの位置に、高崎市と安中市の境界がある。少林山七草大祭で有名な少林山。 ダルマ寺は、東駅南方の国道18号と薄井川を渡った、対岸にある。また、付近には、高崎ダルマの製造、販売業者が多く立地している、注釈出店。ありがとうございます。